皆さんこんにちは、コナチャンネルです。今日は楽しいだけではないパピーとの辛いルーティーンをお見せします。こちらのラニ君は生後65日のゴールデンレトリーバーです。お家にお迎えして1週間の頃の動画です。まずは夜中2時半からのスタートです。まず1個目の人間がヘロヘロになるポイントはこちらです。めちゃくちゃ寝不足。なんたってこの小さい頃の子犬は3時間おきに起きます。3時間おきに起きて何するかっていうと、まずおしっこをします。そして遊びます。この時はおトイレをしなかったので、クレートの中でやっちゃったかなと思って探してもなく、ただうろ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 。そしてこのまま寝てしまったので、このまま寝かせます。そして次に起こされるのは5時、また起きてます。今度こそトイレだと思うので、トイレに連れて行ってしばらく様子を見ます。パピーとの生活の中で、この夜中に何回も起こされるっていうのがパピー期の一番辛いところかなと思います。おお、待ってたらラニ君おしっこしてくれました。グッジョー。おしっこするとまたすぐ寝て、今度はちゃんと起きてすぐトイレに連れて行きます。一人で二人散歩するお散歩もだいぶ慣れたんですけど、多頭用のリーシュっていつから皆さん使いましたか？朝9時家に着いて、みんなでご飯の時間です。ご飯の時はそっとしとこうね、コナちゃん。スタンダップ、スタンダップ、グッジョー。ラニ君シャー言われるよ。コナが紐踏んでる。やべかした。コナがねね守ったね。そう、ラニ君が来てからコナちゃんは本当にますますいい子になった感じです。コナは起きてる。
ちゃんピーピー行こうか。なにくんピーピー行こうか。待ってたね、アニー。はい。ダウン。おい。ステイ。フリー。おい。ステイ。ステイ。フリー。ポー。グッドボーイ。お次様、お散歩の時間です。起きてください。